それでは、怪獣の鼻歌聞いてください。お願いします。思い出すのは君の歌、愛は夜でも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌は顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていきたいよ。でも最後に見たいのはきっと君の夢の中、君ならまた聞かせてくれよ。聞きたいんだ、もっと騒げ。怪獣の歌、まだ消えない夢の歌、伝えて。君がいつも歌う怪獣の歌。改めてもう一度自己紹介させていただこうかなと思います。ひらがなであまなりかという名前で活動しております。お互い結構忙しくってあんまり活動をしっかりやってはいないんですけど、インスタグラムとかで、たまに投稿とかしてますので、よかったらあまなりかで多分検索したら出るよね、きっと。出ないかな。出る多分出ると思います。もし気になる方いらっしゃいましたら、ぜひあちら のテントにですね、アクセサリー並んでると思うんですけど、あそこで売り子をしてるんで、よかったら名刺があります。もしよかったら名刺を受け取りに来てくださると嬉しいです。
あのちなみにあそこのテントは私の兄アルワイオリダクションここの、ね、ライブの、主催の方がですね今隠れてますけど、のテントなんですけど、あのお兄ちゃんは結構ネックレスとか作るんですよ。私が今つけてるこのネックレスも作ってもらった、あの妹ケンケンでね、私の好きな色で作らせたネックレスなんですけど、あのいろんなすごい素敵なネックレスとか、雑貨とかもいろいろあるんで、よかったらぜひぜひ見ていってくださると嬉しいです。はい、ぐらいですか。はい、じゃあ続いて、次の曲はですね、私個人でオリジナル曲を配信させていただいてるんですけど、その中の曲の一つでネイビーという曲があります。そちらの曲をこのアママリカのバージョンでお届けできたらいいなと思っておりますので、もしこの歌がいいなって素敵だなって思ってくれた方はですね、ぜひぜひローマ字でユリナ、数字で148で検索していただきますと、あのサブスクとかインスタとかツイッターとかいろいろ出てくると思うので、よかったらそちらを検索してみてくださると嬉しいです。じゃあちなみに、はい、今から弾くネイビーは、はい、の曲の伴奏は僕がやってますよ、はい、あ、そうです、あの天成家結成する前にこれを作ってギターの依頼をしたんですよ。だからこの編成の曲が私の方の、あのおおライトがついたアカウントでですね聴けますので、よかったらぜひぜひネイビー聴いてくださると嬉しいです。この曲ね、配信してからめちゃくちゃ久しぶりにやるよね。ちょっとレアなんで楽しんでいてくださると嬉しいです。それでは見えて大丈夫そうですか。はい、それではネイビー聞いてください。